いいですかね、千枚。そう、早めに来て、早めに部屋借りて、やってる。頑張って、ありがとう。腱鞘炎なりそう。いや、大丈夫。今日一日じゃ絶対終わんないから。ああ、ミスったっていうか、マジでこれインクがさ。ティッシュ用意しとこう。初めてね、黒のマッキーじゃなくて、金色のマッキーで描いてるんだけど、この金で描くのバリむずい。これガチ。マジで難しい。うまくつかない。まあでも、全部同じクオリティにしましょうって言われて、全部中途半端になんかビビビってなってるから大丈夫。ある意味。エラーの配信で、3D なんでね、スタジオに来ました。今回 SSR とかはないです。ダメって言われた。なんか、フォスカのルールもできてさ、これだけ特別みたいなのは作っちゃダメだよ。当たりみたいなのは作らないでねって言われたから。ちょっと公平になるように。彼女できた？おめでとう。なんか彼女を大切にしてあげてね。でも祭りのことも忘れないでね。まあでも大体彼女できた人って配信見なくなる、どうせ。ふん。あなたがいつまで持つか、見物だわ。あれだよね。あそこに住んでる人でしょ？東の人だよね。私、覚えてないね。みんながどこ住みっていうコメント大体だけど。彼女できた人、東に住んでる人でしょ？あ、そうだよね。わかった。来なくなったら、包丁持って、そこの駅に行くわ。終わって。違う、だってコメントで書いてくれたんだもん。そりゃね。まつりちゃんも可愛いな。じゃあ別れて。そりゃないか。それは無理か。さすがに。なんで作ったんだよ。本当に、あなたたちって勝手ね。まつりには、まつりちゃんは恋人作らないでって言われたことはないけど、言われたことないわ。なかった。今、言うくせにって言おうと思ったけど。別に言われたことない。
まつりちゃんには幸せになってほしい。なるよ、当たり前だろ。そのためにまずとりあえず誕生日祝って誕生日祝ってくれんか。あと4日、プレゼントちょうだいね。彼女にあげるプレゼントよりいいものくれ、頼む、うん、欲しいものある？欲しいもの？家、家かな？今一番欲しいの。そういうことじゃない？たっかって。不動産。中目黒に土地が欲しいとか言って。うん、山でいい？中目黒って山あんの？中目黒なのね。中目黒がどこにあるか知らんけどね。正直どの辺がいいかって言ったら、渋谷と新宿の間ら辺がやっぱ理想じゃない？見せてーっていうか、マジでインク出ない。ミスじゃない、これは。祭りはミスってない。インクさー、もうちょっとてめえさ、あーもうムカつく。よくみんなこれでサイン書くな、本当に無理やけど普通に。切れてるんすか、まつりさん。切れた、まつり切れた。風邪気味？いや、ずっと咳止まんないんだよね。これうまくいったわ。うめえ、これ。ガチ。これガチ。それ欲しい。買わないと当たらないよ。うん。うん。喉の調子、今日は配信の時より調子悪そう。いや、マジでね。昨日仕事だったんですけど。仕事だから咳をめっちゃ我慢したの。その月が、月が回ってきた。無理はしないように。はい。ラストやるよ。なんかラプラスがやるって言ってたから、なんかチャット送ったわ。
ホロラストへようこそつって。誰かとチーム組む？馬が合いそうな人がいたら、いるんかな？祭りはね、何かされない限り手は出さないからね。優しいんで。何かされたら、銃撃一発、鉛玉をね、お見舞いするんですけど。何買ったらサインもらえるの？今書いてるのはもう終わっちゃってるやつなんだけど、次7月の22日に、誕生日なんで、そこで何かあるかもしれないね。7月の22日お楽しみに。はい。まあ、あったとしても数量限定なんでね。おじいちゃんマジで、全部とかマジで、本当に、多分3年後に送ることになる。シャボンディ諸島で。本当に、それくらい、本当にまずり。てかね、1枚ずつがね、めちゃめちゃ丁寧な方だと思うんだよね。愛があっていい。愛だよ。ちょっとまつりちゃんが触ってるという、まつりちゃんの手に一度渡ったものっていうね。まあ、ある意味私物を渡してるみたいなもん。よいしょ。これどれくらいで乾くんだろう。あ、でも思ったより、すぐ乾くんだな。舐めます？舐めないでください。でも今回ね、マジマッキーが金だから、ガチで可愛い。ガチこれ、ガチ。あと、イラストも可愛いしね。本当にね、腹立つわ、この咳。なんなん？イライラしすぎ。あえてミスとか変なの入れるのおもろそうって言われるんだけど、ミスったらグッズ班の方に弾かれるらしい。はい、これはミスですね。予備の分書いてくださいね。はい。昔のようにはいかぬのだよ。やっぱ時代って移り変わるんだなってしみじみ思う。うん。めっちゃ可愛い毛マジで。毛とか言っちゃって。致し方なし。なんかクリーンですわ。クリーンというか、有名になったんだなって。そんなとこ気にしないとダメみたいなくらい気をつけてて偉いなって思う。祭りは、ホロライブ偉いなって。思ってるわ。あ、変わったんだな、この会社って。うん。一回まとめる。今まで書いたやつ。乾いてるもんね。うん、乾いてる。変わっちまったなっつって変わっちまったよ。まあいいことだと思うけどね。息苦しくならない程度になら
なんか、おもろいことができなくなるんだったら、祭りは嫌だけど、そうじゃないんだったら別にいいと思う。うん。いや、でも祭りはローション相撲やりたいけどね。やりたいって言ったら、アイドルなんで、って言われた。ダメだって。ローション相撲はダメみたい。さすがに。うん。女の子だし、怪我させるわけにいかないんでって。ないよね、うち。でも旅行したいって言って、旅行動画をね撮りたいねっていう話してた。旅行したいの？どこでもね、九州の方行きたい。行く場合はあれだからね、祭り持ちになるからね。そう。スタッフさんも来ないと撮影できないし。そう、スタッフさんの分も俺のおごりさってやらないといけないから。せっかくなら可愛いこと行きたいしなーと思って。ねえ、スタッフさんじゃなくてわっちゃんとかと言って、ねねじとかと言って。でも旅動画っていいよね。うん、見てておもろかったしな、ラプラスのやつも。田んぼ以外なんもないような田舎行くの好き？実家だからな、それ。なんかさ、たまにそういうとこ行くとかさ、もともと東京育ちの人が、そういうとこ行くならおもろいんだろうけど、日常になっちまうと、なんも思んない、田んぼ。ギシギシ音聞こえるの、なんか笑える。サイン書いとんねん！こっちは一生懸命書いとんの！お疲れ様。ありがとう。なんか、もうお疲れ様って言われた瞬間、今日の夢を思い出しそうだった。うわ、どんな夢見たんだっけ？忘れちゃった。忘れちゃった。何だったんだろう。リスナーさんに会う系だったかな？なんかでもそんな感じだった気がする。夢って忘れるけどさ、なんか不意なきっかけで、はっ！ってならん？思い出したみたいな。
夢っておもろいよな。最近見たおもろい夢みんなある？殺されそうになる夢？でもなんかいい夢らしいね。死ぬ系の夢って。心機一転みたいな、そんなような感じだよね。うん。祭りはね、出産する夢見た。なんか心当たりないのに急になんか赤ちゃんが出てくるの。あ、いたと思ったら。でも産む前にね、目覚めちゃったけど。相手もいないし、なんか急にポンってできて、で、うわ、生まれるーっていう夢だった。想像妊娠？パンダやん。パンダって想像妊娠すんだよ、知ってた？そうなの、そうだよ。しかも割と高確率だった気がする。どのホロメンとの子供？誰やろう。ホロメンじゃない可能性もあるかな。もしかしたら。V アパとかかもしれん。V スポやら、2時3時やら。かもしれんよ。その子供になりて、祭りの子供になろうとするオタクが、推しの子始まっちゃう。ダンボールにしまっておく。思い出の中でじっとしておいてくれ。DV ママだった。ほんと可愛い子産む。祭りは。祭りはもっと可愛い子産む。自分以外にママって言わない一途な子を産むんだ。友達何人にママって言ってんの？だって。そうでしょ？違う？まつりちゃんだけだよ。お前だけだよっていうやつ大体クズ。お前だけだよって言わなくても、あ、私だけだなこの人って思わせるような男になりなさい。お前だけだよっていうやつ大体クズ。お前だけじゃない、そういうの。まず知ってる。まずいちゃんだけだよってコメントした人がツイッターで他の子に、まるまるちゃんおはよう、今日も可愛いねとか言ってリポ送ってるの知ってる。誰も信じられない、もうこの世の中。信じられるのは己自身だけ。に一途で優しくて、お金持ってて、かっこよくて、松井全皇帝で、子
供が好きで家事もやってくれる人いないかな。理想高っ。結婚できないやつ。結婚ができない女。年収10億円以上じゃないかな。年収10億円ってどんな世界なんだろうね。プロ野球選手を捕まえるしかない？プロ野球選手の人ってそんなもんなの？でも安定はしないよね。安定してほしい。ビル・ゲイツがいい。ビル・ゲイツがいいわ。理想高すぎ。ビル・ゲイツダメ？すごいだろうね。すごい。ビル・ゲイツさんの世界すごい。インターネットの人でしょ？インターネットの人だよね、ビル・ゲイツさんって。あれ合ってるよね？インターネットを作った人？パソコンか。いや、すげえよ。ビル・ゲイツさんと結婚した日には、この人結婚してんのかな、もう。離婚してる？あ、ワンチャンあるってこと？なるほどね。ワンチャンあるか、ほなら。狙うな。なんか、100万人記念でさ、3D 衣装とかもらってるじゃん。ノエタンとかさ。100万人記念で、オカユンはさ、いきなりステーキさんとコラボしてたりするじゃん。100万人記念ビル・ゲイツと結婚でいいや。100万人記念でビル・ゲイツと結婚しますとか言って。お願い何でも叶えてくれるんですよね。ビル・ゲイツさんと結婚させてください。脳が破壊される？ビル・ゲイツと結婚。でもビル・ゲイツと結婚したらさ、脳破壊されなくない？ああ、やばこいつってなら。それはもう、すごすぎて。なんか脳破壊もされない。もはや。もはや破壊もされない。ああ、まつりちゃん安定したんだ、つって。ということは、こっからスパチャ投げなくても安定して配信をしてくれるんだなって。英語話したっけ？まあ、それはね、笑顔よ。笑顔、笑顔。笑顔大事。万国共通。やっぱ今はさ、そんな、まあ、ご飯食べていけるけど、めちゃめちゃじゃあお金余裕あって、もう何にでも使える、もう一生働かなくていいっていうわけではないじゃん。生涯年収って普通何円だっけ？ 1 億とかだっけ？合ってる？合ってる？ 2 億？ 2 億稼いだら、あれか。2億、もう税金とか全部抜いて、2億円稼いで、でもそれでもあれだよね。なんか、遊びたーいってなったら、
余裕持った方がいいもんね。もうちょい稼いだら、スパチャオフにするわ、祭り。うん、余裕持って3億。手取りでね。税金とかなしで。税金がね、税金すごいのよ。日々っていうか、毎年。税金どうにかしてくんないかな、祭りだけ。うん、節税してるんだけど。それでもやっぱ税金恐ろしい。うん。嘘！昨日12億当たった人いるの。祭りもちなみにさ、この前さ、宝くじ買ってみたよ。一口300円の宝くじで、10口買って3000円で、当たった。いくらだと思う？いくらだと思う？いくら当たったと思う？一口300円を10口。300円、400円、500円。正解は1万円。すごない？1万円買ったんだよ。えぐない？もうハッピーだった。やばすぎでしょ？もう祭りルンルンで、あれだわ、税理士さんに、あれした、連絡した。見て見てっつって。これ税金取られないっすよね。おめでとうございます、まつりさんって言われた。あざーすっつって。休憩やった。これね、15時までやっていいって言われたから、14時45分とか50分くらいに、まあ、50分かなに終わろうと思いますので、よろしく。あと何時間？あと2時間くらいできるでしょ？目指せ！今日は200枚とりあえず書きたい。200枚書いたら、10分の2、5分の1。ね、200も200画今日目指せ200。だってさ、200枚ってさ、普通に2時間でしょ？ 2 時間で何枚かけるんだろうね。今から1分で測るか、何枚かけるか。スタート。もう普通に話しながら書くけどね。もうこれでかけた枚数が計算できるわけやん。だいたい1分でこれくらいだから、みたいな。そう、喋りながらコメント見ながらどこまでいけるか。はい、現在30秒でございますよ、皆さん。まつりちゃん頑張れーって。書く枚数増えてんの？ね、いや、指定してるから、この、1000枚限定とかなのよ。あ、1分経った。5枚です。5枚。
まあ、いけて5枚だから、まあ、多分4枚とかだと思うんだよ。4枚ということは、ということは、1時間で何枚かける？1時間で240枚かけんの？めっちゃかけるやん。余裕やんけ。なんか余裕に思えてきたし。まあでも休憩も挟むからね、水飲んだりとか。まあだから200枚、1時間で200枚くらいだと思っていただければ。いいのかな？うん、5時間集中すれば終わる。絶対5時間連続は無理やない。5時間もずーっと同じ文字を書き続けてたら頭おかしくなるよ。これガチ。ちなみにこれガチ。ガチで頭おかしくなる。まあ、集中力って持って1時間とかだと思うんだよな。多分ね。でもそんな中さ、もうさ、30分 ?37 分書き続けてるわけやん。偉くね？普通に。うん、偉い。ありがとう。同じ作業5時間はやばいんよ。でもさ、それを思うとさ、工場のレーンの人とかって同じ作業なわけやん。いや、すごいなって思わん？すごい大変な仕事だと思わん？簡単だけどさ、祭りが今やってるのもだけど、簡単だけどめっちゃしんどない？ガチで尊敬するんやが。ね。いや、あれすげえよ、正直。職人さんとかもだけど。頭おかしくなってくるよね、やってたら。うん、ストレスやばいと思うし。どんな仕事も楽な仕事はないんだなって、どっかしらで辛いんだなって思わん？技術面が難しいけど、まあ、なんか、その、単純作業的なストレスはないとか、逆もしかりとか。お祭りはね、楽しいですけど、楽な仕事だと、見えるのが正解なんで、見えてればいいなと思います。はい。なんか、遊んでお金を稼いでるように見せたら勝ちって誰かが言ってたんやな。その通りだなって思って。YouTuber は大変そうだなって思わせちゃダメみたいな。いや、間違いないって思わない？まあ、実際はさ、いろいろあるんだろうけど、人それぞれ。テレビとかもそうだと思う。テレビなんてめちゃめちゃ大変だよね、絶対。特にすげえなって思うのがさ、YouTuber とかってさ、時間決まってないじゃん。その動画とかもさ、編集するにあたっても、何分の動画になってもいいけど、テレビって、時間が決まってるじゃん、ピシって。前半15分、後半15分、30分にしてください、みたいな。あれすごいよね！あれガチですごいなって思うんだけど。本当に、それ。ねえ、しかも面白いとこ切り抜いてさ。
プロだなって。だってどこが面白いかなんてさ、まるまる一回見ないといけないわけやん。編集する人も。大変だなって思う。すごい世界。使いたくても使えないとことか出てくるしね。ホロの収録番組もそうだけど、あ、そうなあれ。毎回時間決まってんのあれ。え、時間まで気にして見てなかったわ。あれ時間決まってたっけ、びっしり。なるほどね。そんなもんなんだ。YouTube の収益が高くなるのが8分だったっけ？なんかそんなもんだよね、確か。だから8分以上にはなってると思うけど。好きなやつは結構カットしてそうね。なんかちょっとどうなんだろう、機材のこととかいろいろあるからね、カットしないと。マッキーの鳥肌立っちゃう、ごめんね。謝るけどやめないよ。不快だったらあれ、また普通の配信また見に来てくれか。そうだけど、嫌いっていう人もいれば好きっていう人もいるよね。祭りあれなんよ、あのさ、ずっと言ってなかったんだけど、モンハンのモンハンのさ、ウサ団子をこねる音、猫が、猫じゃねえ、アイルーが、あのキュッキュッみたいな音あるじゃん、知ってる？あの音苦手なのよ。言ってなかったんだけど、わかる？これ。ちょっと独特すぎて伝わんないかなって思ったんだけど。あの、ご飯、食堂みたいなとこの近くに行くと鳴るよ。キュッキュッみたいな。あれがちょっと苦手でね、音。でも、まあ、我慢できるから、喋らなかった。言わなかったけど。でも、あれかな？それくらい。あと、なんか、いや、ガチで世界で一番苦手な音が、あの、思い出すだけでも嫌なんだけど、お皿とに、なんかナイフとかフォークが、あの、キッってなる音。あれがガチで世界で一番嫌いな音。あれ鳴らしたら次の日まで支障出るくらい、本当に苦手。そう。あれ本当にね、祭り、あの、一緒にご飯食べてて、あれやられた瞬間、耳塞いでパニックになっちゃう。本当に今の無理ごめんっつって。その後もうずっと不機嫌。本当にずっと永遠不機嫌だからね、あれやられたら。好きな人にやられたら多分100年の恋も冷める。
あの音に親が殺されたん？親は殺されてないけど、祭り自身が死んだ。あれで一回。多分前世あれ、あの音で死んだから。うん。そんなに苦手なのね。そう。うん。じゃあ箸使う。箸が一番安全や。逆に好きな音は？好きな音？好きな音。好きな子の声。星川ってこと？そう、星川の声が一番好きな音や。星川から出る音なら何でもいい、正直。だから、お腹が鳴る音でも何でも、星川から流れる音なら、心地よく聞ける。星川がフォークで切ってしたら多分泣く。星川も祭りを殺すんだねって。嫌いになりたくてもなれないのに。くすん。今日帰り遅いから配信は夜できないんだけど、あれやな、明日はやるんでね。明日やるけど、ラストやる予定。モンハンもやりたい。とりあえずラストやね。うん、ラストはちょっとギャンブルしに行きたいなって思いつつ、馬飼ってみたりしたいね。馬飼いたいし、馬小屋作りたいし、うん、ラスト裏でもやってる。やってるやってる。ちょいちょいね。ご飯を集めたりとかしてるよ。うん。あの後は襲撃されてない。大丈夫。襲撃されたら襲撃し返す。家にグレネード投げに行くわ。うん、みこちにあったよ。みこちの配信見てくれた人はわかると思うけど。みこちになんか優しくしたのに、殴られたから殺した。
ラプラスもね、今回入るってことで優しくしていこうかなと思います。うん、優しくして、殴られたら殺す。スクラップ利子つくの？うん。まあそうだね。一日、10日で5割でいいかな。10日で5割。トイチよりもひどくて草。トゴ。だから、50貸したから、その半分だから25で言うて。看板1個分やん。10日で。そんなん優しい優しい。スクラップ屋さん始めようかな。徒歩で貸します。支払い遅れたらどうする？支払い遅れたら、まあスクラップないんやったらしゃあないからな。家にあるもんで我慢させてもらうわ。うん。ちょっと家もらっていくで。その時は。そんなんしゃあないから。うん。もらっていきますけど。それやろう。めっちゃスクラップ集めよう。スクラップ今800くらいなんだよね。ちょっと使っちゃって、1500くらいあったんだけど、実は。今800くらいなんで。何に使ったん？AR 買った。なんかあったら殺そうと思って。いや、武装だよ、武装。武装しかしてない。家を良くしようとか、そんなことは考えてない。あー！ぐちゃってなっちゃった。これはもう失敗作。親指当たっちゃった。その失敗作ください。あげまてん。これは運営さんに処分してもらう。ニコチンにでも伝えてないな、トゴだよって。次会った時でいっか。ちなみにあれ、徒歩だけど大丈夫？うん。今100で返してくれたらもう何も言わないよって。今回は許してあげるけど、どう？どうする？あれしよっかな。メールって
ってさ、プレゼントも送れるんかな？なんか自分で一回セリフキルして、人肉集めて、んで、トボだけど大丈夫ですかってメール送って、で人肉入れといて、にしたいたら、ちゃんと返してくれるかな。返さないとちょっと危ないかもよっつって。ちょっと。リアルより怖いことすんのはあかん。いや、リアルより怖いことしていいんだよ。ゲームだから。リアルじゃできないことをするのがゲームでしょ？スプラトゥーンとかもそうやん。ラストだからね。特に。リアルで、それでリアルで脅し始めたらダメだよ。そうそう、ゲームだから。まあ別に塔じゃなくてもいいけど、普通にお金は絶対返してもらう。で、返さないなこいつって思ったら、さすがに家壊しに行くわ。その時はね、まあ、致し方ないというか、返す約束だったもんね。言ったもんね、100にして返さなかったら殺すよって。それはちゃんと伝えた。差し押さえしに行く。それにしようかな。メールで。差し押さえのお知らせ。何月何日までに、100スクラップ返さないと、差し押さえに参ります。でもそれ見た瞬間、みこちは、やられる前にやれーとか言って、なりそう。そうなったら、さらにつくからね。さらに。返す意思がないとみなしました。バンバンバンつって。返すためにまたギャンブリンに行く桜美子の姿が目に見える。これで、わー、200終わったー。うわ、ちょうど1時間なんだけど、見てみんな時間すごくない？ちょうど1時間天才かっつって。
丈夫。乾いてる。タイムキープ完璧か？これを重ね合わせて。喋りながらかけて偉い。ガチ偉い。いて。キナ200枚ってすごい数だから、ちょ写真撮りたい。カメラで撮影。あれ？カメラがつかない。こうすればいいのかな。今マスリが反射気をつけてね。反射大丈夫。マスリが書いた枚数こんなに書いたよ。すごない？これはすごいわ。1時間集中した。いやでもね、実際見た方がなんかすごい感じするわ。なんか。で、これがあと何枚？これが200だから、あと5、かける5だね。この5倍。まだまだサイン頑張ってね。ありがとう。腱鞘炎には気をつけてね。まつり、腱鞘炎にはね、今のところなったことないからね、大丈夫だと思いたい。気をつけまーす、手首強いのね。手首強いのかな、わかんないや。休憩挟んでもいいのよ。休憩すると、この後15時から、今回の今日のホロエラーの打ち合わせが始まるから、休憩しないでいい。打ち合わせ行かなきゃいけない。あと200やる？まあ、行けるとこまでやるよ。お出かけ？いや、お出かけじゃない。もうスタジオにいるよ。今日早めに来て今、スタジオで書いてるの。スタジオなおか。そうだよん。ちなみに祭り、マジで、ホラー苦手なんだけどさ。もう最近さ、ホラーの、語り系のホラーの動画めっちゃ見るんよ。で、一人で怖くなって夜寝れなくなってるんだけど。本当にね、ホラーって怖い。ホラーって怖いね。かわいい。本当に？嬉しい？嬉しいけど、でも、マジで怖いよね。ガチ。これはガチ。うん。坂本の家絶対行かない。映画とかじゃなくて、なんか YouTube の、語る系の動画。ちょっと待って、充電しながらやっていい？その方。
キリそれ。コンセントは繋がってる。あれれれれれれ。あらららららら。あらあらららららら。これだよな。スマホ充電しながらやりたいんだけど、コンセント刺さってるのに充電されないって、どういうこと？どういうこと？もういいや。もうしなくていいや。どうしよう。よいしょ。向こうの部屋にもあるから、まあ、15時までだったら余裕やろっていうね、考え。もしかしたらコンセント刺さってないのかもしれない。松井が刺さってるように見えたけど、うまく確認してないから、ちゃんとは。刺さってなかったのかも。誰の階段聞くの？なんか、ま、なんだっけかな？なんて人だったかな？ TikTok から見に行ったんだけど、モティスって人、モティスっていう人が、マジ喋りめっちゃ上手くてさ、超怖いよ。その人、モティスさん。喋りうまいんだよ。その人ハマってる最近。ただガチで怖い。メガネかけた男の人なんだけど。トーンなのかな声の。と、内容も怖いし。斜め向いてる人、そうそうそう。普段どんな人なんだろうって思わん？ああいう語り系の動画しか出してない。本性がわからない人って。うん。メガネのイケメン？イケメン？イケメン？うん。人それぞれ。好みってあるから。くさーとか言って。祭りね、わかんない。イケメンのハードルが高いのかな？わかんないや。おすいちゃん的には違ったか。祭りがイケメンだなーって思うのは、佐藤健さんとか、本郷奏多さん。ピッチュピッチュ。やっぱダメか。ゴリゴリのイケメンすぎ？やっぱ。ピチューもそう思う。そういうことじゃなかった、やっぱ。それはイケメンすぎやろって言っとった。うん。それはさすがにピチューか。うん。結婚してたくない？いや、結婚してるかどうかじゃないんだよ。顔がかっこいいかどうかの話をしてる。イケメンのそのライン、ここからイケメンやねみたいな。でもね、祭りしでもお前マジでなんでなんて分かる人でしたこと、なんでそんな、なんでそんなかっこいいのにジャニーズ入ってないんっていう人いるんよ。いるいる。なんかおしゃべり系のイベント来てくれる。でもね、喋ったらオタクなんだって
思う人いる。この人めっちゃかっこいいやんって思って。オタクだった。やっぱりか。俺の人もオタクなんだ。急に親近感っつって。それ刺してるよ。嘘だ。刺してる？イケメンになりたかった。でもイケメンって顔だけじゃないよ。顔がかっこいいかどうかだけじゃない。清潔感とかファッションセンスとか。清潔感と清潔を履き違えない方がそこだね。もうこの話ガチで N 回目なんだけど、清潔感がある人がいいって言って、俺髭剃ってるしお風呂入ってるしオッケーって思ってる人は、それは違うよってなる。マジこの話 N 回目。ただ何回も言う。何回も言う。反復練習が大事。漢字ドリルと同じ。髪の毛セットしてるかとか、おしゃれじゃなくていいから普通になるとか。そうね。肌が綺麗とか。うん。髭は当たり前で、指の毛剃ってるとか。そういうこと、清潔感って、清潔と清潔感は違うよね。あと眉毛整えてあるとか、それが清潔感に入るなって。思うわ。眉毛もなんだ。眉毛がマジ超大事だよ。眉毛ガチ大事。歯磨きもそう。歯磨きはもう清潔感じゃなくて清潔だね。当たり前。清潔なのはもう生きてる上で当たり前のことで、清潔感はプラスアルファって感じだと思う。眉毛マジで印象変わるよ。本当に男の人は特にね、眉毛サロンとか行っていいと思う。最近流行ってるし。眉毛サロン祭りも行きたいんだよね。そんなのあるの？あるよ。眉毛を、こう、2週間剃るの我慢して、で、そのまま、だから今剃り方わかんねえって思った人は、眉毛サロンとか調べたら、眉毛サロンメンズで調べると出てくるから行ってみるといい。ガチで世界変わる。え？これって本当に俺？みたいな、レベルで世界変わるよ。おすすめ。眉毛サロン行ったら教えてよ。まつりちゃん、俺眉毛サロン行ったよってエゴサで出てくるようにまつりちゃんって入れてツイートしてくれたら、その時はあれだわ、さすがにツイート見るし、リプ送るわ。どうやったっつって。整える眉毛がない人、脱毛症的なそういうこと？その人はもう書けば、書いちゃえばいいんじゃん。あれだよね、最近眉タトゥーとか、眉ティントみたいな、なんか眉毛を掘る？墨で掘るやつも流行ってるじゃん。
それ言ってもいいと思う。うん。やっぱり体毛薄い方がいいの。まあ、そこは好みじゃない？祭りは薄い人が好きってだけで。別に、だから、濃いから悪いとかは別にないと思うよね。ただ祭りはそういう人の方が好みだなってだけ。近くに良さげな眉毛サロンあるから行ってくる。もうそうやってさ、思い立ったらすぐ行動できる人マジで素敵。いいじゃん。元から薄い人も剃った方がいいんですかね。マジで気にならんくらいの人ならいいと思うんだけど、あんまヒゲ生えないんだよねっていう人で、一本とかがピョロって生えてんのは一番ちょっと、うーんって思うから、本当に、それだったらゼロにした方がいいと思う。薄いって言ってもなんか一本くらい濃い毛生えない？多分。わかんないけど。そう、ひょろって、ぴょろって。生えるし目立って辛いんよ。そうなんよね。そう。わかるわ。わかんないけど。でもわかるよ。あの、スタッフさんとかで、ぴょろって一本だけあると、ってなる。言ってあげた方がいいかな。毛が太すぎて一本一本硬い。ヒゲってこと？もう脱毛した方がいい、それなら。あのね、脱毛って黒に反応するから、毛が薄い人より濃い人の方が早く実感できるんよ。これガチで。薄い人って結構意外に時間かかるんだけど、濃い人って、あの黒に反応するから脱毛の機械って。そうそうそう。だから濃い人ほど、行ったら、多分すごい実感すると思う。一回でできるようなもんじゃないから、通わないといけないんだけど、脱毛って。うん。髭だけでもめちゃめちゃありだと思うよ。それだけで清潔感グンとアップして、なんか素敵な人になるなって思う。なんかそれが祭りに好かれるためにって思って言ってくれるのも嬉しいし、なんかそれで、なんか祭り以外の、その他の一般の女性とかさ、そういうところで恋人ができたら、祭りはね、祭りすにマジで幸せになってほしいから、結婚したよとか、彼女できたよってさっき報告してくれた人もいるけど、まあネタでね、はい、別れてとか言うかもしんないけど、思ってないよ、本当は。なんか本当に素敵な人に出会って、幸せに暮らしてほしいからさ。だからなんか今のままでいいよっていう甘い言葉だけを言いたくないんだよね。うん、そう。あんま言われることってなくない？そもそも。生きてて。それが、なんか、それがいい、そういうとこが好きっていう人が多分祭り性になってくれると思うんだけど、多分なんか、なんで推しにそんなこと言われないといけないの？マジでうぜって思う人は多分祭りのことそもそも好きになんないから。うん、好きになってくれてる人はね、多分そういう、努力ができる素敵な人だと思ってるから、祭りは言っちゃう。まあ、みんなの顔を知らないんだけど、もしそういう困ってる人がいるんだったら、俺は大丈夫っていう人はね、大丈夫だと思うんだけど。
まつりちゃんこそ将来の幸せ報告してな。報告することあるかな。え、待って、金のやつさ、取れんのかな。あ、取れる。スマホにめっちゃめちゃにさ、インクが飛び散ってて、取れるかなって思ったら、取れたわ。大丈夫。まつりちゃんが押してよかった？ねえ、何それ嬉しいし。とりあえず服とかわかんない人はマネキンがおすすめする。で、マネキン買いもちょっと、いろんなマネキンあってガチでわからんってなったら店員さんに、なんか、服、サイズとかがもうわかんなくてって言っていい。恥ずかしくない、何も。何にも恥ずかしいことなんてないよ。かっこいいよ、むしろ。何にもしない人より。うん、向こうはプロだからね、そうだよ。あのね、オタクあるあるって言うと言い方が悪いかもしんないけど、服のサイズが一個でかいの着がち。これガチ。なんか、丈合ってないみたいな。これガチであるあるだと思うよ。見てて思うから。わかる？それをね、まずそこからだね。そこを直すだけで多分だいぶ、印象変わると思う。なんで知ってるの？よく見てるから、君たちのこと。今、ダボダボ流行ってない。サイズが合ってないのとオーバーサイズって意味が違うよね。その、オーバーサイズに意味を持たせているならいいけど、オーバーサイズと勘違いしてる人いるよね。そうなんよ。いや、その服はオーバーサイズで着る服じゃなくないっていうやつをオーバーサイズというか大きい、そう、着ちゃってる人がいるから。そうそうそう。すいません。いやいやいや、謝ることじゃないんだよ。それがね、結構あるあるだからね、服買うときに、なんか、この際、試着して、店員さんにどうですかって、これ一個小さいサイズの方がいいですかねって。そうそう、聞いてみるのはありだと思う。いや、着方違いだよ。アイテムいいけど、合わせるものが、みたいなのとかもあるから。でも、そんなんわからんくない？初見でわかったらすごいよ。うん、赤ちゃんをパソコンの前に立たせて、はい、プログラミングしてくださいって言うようなもんだからね。マジで難しい。だから、プロに引いた方がいい。赤ちゃんもできないから。バブって。そうそう。うん、日々の勉強だよね、コーディネートも。だから何でもだけど、努力できる人が祭りは好きだから。これマジずっと言ってるけど、そういう人はいいよなって思っちゃうわ。うん、何年も着れるように大きいサイズ買うことある？ないなぁ、祭り。また買えばええ。大きくなったら。自分が成長したらまた買えばええ。
制服とかだったらわかるけど、また流行りとかも変わるし、自分の好みも変わるし、お金がもったいない。そうか、祭りは服を節約しようって思わないから、人それぞれよね、どこを削るかって。推し活にかけたいって子も多いだろうか。でもさ、でもさ、祭りからしたらね、自分の見た目も推し活なんよ。何を言ってるんだいって思った？そこの君。なんか、祭りは、まあ、星川推しとしてね、とか、だけど、星川のことをしてる人って可愛いって思われたい。やっぱ。推しにも可愛いって言われたいし、あとはその、あそこの星屑って可愛い子多いよねって言われるのって、推しからしてもめっちゃ嬉しいと思うんだよね。だから、推しに見られるとかもそうだけど、星川のことを推してない別のオタクの方々に、あそこのファン可愛いとか、あそこのファンかっこいいって思ってもらえたらっていう。そうそうそう、ファンもお仕事の一部。そう、まあ、いろんな考えがあるから、俺はそう思わないっていう人を別にね、否定はしない。祭りはそう思って生きてるってだけ。うん。祭りちゃん香水使うよ。最近ね、てか最近っていうか昨日新しいの買った。なんか、昨日お仕事で会った子が使ってった香水で、めっちゃそれいい匂いじゃん。ちょっと待って、どこのって言って聞いて、即買いした。ポチった。マジで。いい匂いすぎて。どこの？ジルだね。ジルスチュアートの、なんかバニラなんたらっていうやつ。バニラ。甘い香りでめっちゃいい匂いだったんよね。あとね、夏服があまりにもなかったから買いました。マジ着る服がなさすぎて。昨日、何買った？めっちゃ買ったんよね。みんながびっくりするくらい買った。いくら分だと思う？まあ、靴も買ったし、アクセサリーも買ったから、その分ちょっと高いんだけど。正解はね、14万8000円くらい買った。はぁとか言って。いや、いろいろ買ったんよ。ほんとに。今年の夏分だから、もうそれ以上服買わないけど。そう。それ以上は買わないよ。でもマジで服なかったの。夏服ほんとに3着くらいしかなくて。あの、お気にがね。ややん、お気に入り、これ、着るの、ワクワクみたいな、楽しい、生きてるだけで、そうハッピーって思える服がさ、3着ってマジで。嫌だったの。
何着買った合計。合計。着っていうか、ま、いろいろ買ったんだけど。15! 合計15点をご購入いたしました。あ、アンクです、アンク。うん。1個1万。まあ、でもそんなもんじゃない？女の子の服って。うん。ヘッドドレスとかも買った。ヘッドドレスと、シャツと、スカート、まあ、あとは、レッグウォーマーとかも買ったから、アクセサリー系とかも多いんだよね。うん。どこで使うの？え、普通に普段着で使うよ。かわいいやん。アクセサリー感覚なんだけど。ダメ？デートとかにつけてっちゃダメ？引く？引く？帰る？まつりがお待たせーって言ってヘッドドレスつけて可愛くしてきたよとか言ったら帰る？ちょっとヘッドドレスきついっすねーっつって、可愛い？好きーってなる？じゃあいっか。うん。よかった。まつりさ、全然話変わるんだけどさ、あのさ、やりたい企画があってさ、なんか、ドッキリ企画をやりたくて。まあ、その、普段、なんかさ、ミオ、例えばね、ミオの言動を、ハートちゃんが、仕切るというか、イヤホン繋がってて、ハートちゃんが、こういうこと言ってくださいって言って、ミオがそのままラジコンになって言うの。ミオ絶対言わんやん、普段。で、なんかそれを企画の中でバレないかどうかみたいな。そう、やりたいんだよね。絶対おもろいよね。で、スバルも連れてきて、ミオシャーって言ってほしい。なんか、企画できないかな。3D とかで。絶対おもろいと思うんだけど。運営さんに今日相談してみよう。絶対おもろい。それをやりたいんだよ。とか、まあ、逆に、まあ、スバルがラジコン係でメスバル化させて白髪を喜ばせる企画とかね。うん。祭りが裏にいて、スマニャンこうしてっつって、うん、そうそう、
偽企画みたいな感じでやりてただバレないようにスタジオに入っててもらわないといけないのがね結構大変。相談する価値はあるなって思うから相談してみよう。なんかそれをやろうと思ったのがさ、上田さんがさ、なんかやってて、あのちゃんが裏にいて、上田さんがラジコンになってて、めっちゃ面白かったの、それが。あのちゃんのようだって。うん、めちゃめちゃおもろかった。そういうのをやりたい。多分調べたら出てくるんじゃないかな。うん、上田さんってクリームの、そう。クリームシチューの上田さんが、あのちゃんに操作されて、にゃーってしてくださいって言われて、にゃーとか言って。マジでおもろかった。にゃーって。マジでおもろい、ああいうの好きなんよ。テレビだならでは感はあるよね、でもね。人生リセットボタンポチリンチチュ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 。最近 TikTok で人生リセットボタンポチめっちゃ流行ってる。知ってる？めっちゃ流行ってんだよ。そうなの？そうだよ。めっちゃ流行ってて、振り付けとかもできて、今話題。短さがいいよな、あれのな。人生リセットボタンパチー。 TikTok あんま見ない。嘘、祭りめっちゃ見る。移動中とか。あ、ロマンスの神様はニコニコでめっちゃバズったよね。VTuber も MMD でめちゃめちゃ出てるし。TikTok はね、ロマンスの神様3ヶ月とか前かな、流行ったの。めぐみの人もめちゃめちゃ前じゃない？もう3年前とかじゃない？ TikTok で流行ったの。てんてんてれてんてんてれてんてんてれてんてんてんてれてんてれてん。最近流行ってんのは人生リセットボタンポチと、なんだろう。ちょっと前だけど。あ、あれだ、あのセリフ。だって私、可愛くって、
頭も良くって、親も開業やってて、ってやつ。あれマジで最近流行ってる気がする。うん。うん、ついていけない。次マジ TikTok 永遠だから。最近渋谷でイベントあったよね。TikTok なんたらかんたら。なんかあったんや、TikTok のイベントが。夏江ココさんとか出てたね。気づいたら時間経ってる。マジで経ってる。3時間とか余裕で経ってる。あれ、何なんだろうね。もう。あ、そう、TikTok のフェスやってた。行ってないけど。入れてみようかな。入れよう。祭りも、TikTok 始める。TikToker になるわ。ちな祭りちゃんアカウントありますけどね。夏色祭りのアカウント。昔、ほんと2018年とかに投稿してて。うん、一人だけフォローしてる。一人だけフォローしてるからホロライブ公式かなって思うじゃん。星川さら。星川さらだけフォローしてる。うん、ホロライブ公式フォローしてないのに。なんか痛い。中指のさ、ペン持つじゃん。ペン持って、こう、筆圧が濃すぎて、痛くなってきた。うん。ペンだこ、あ、なんかそんな感じ。でも大丈夫。今中指からさ、薬指に変えたから。持ち方ガチキショにしてみた。うん、そしたら、まだ書ける、うん。どんな持ち方？普通に中指だったのを薬指にしただけ。普通人差し指がだけやん。こう、一緒に持つの。それを中指も一緒にこう、ひゅって。うん。でも字の綺麗さ変わんないし、祭り天才だから普通に書きづらくない？全然。祭り小学生の頃この書き方だったからね。ガチ気象持ち方。うん。天才。天才なのかな？最終的にグーになる？赤ちゃんやん。
でも思うんだけど、箸の持ち方とかって誰が最初に決めたんやろね、これですって。って思わん？だって海外の人からしたら正しい箸の持ち方なんてバカむずいじゃん。海外ではさ、ナイフとフォークが簡単だしさ、刺して食べればいいから。なんで挟もうって思ったんだろう、日本人は。なんで挟もうってねえ。刺そうって思うじゃん、多分普通だったら。豆とかかな。なるほど。最初は1本で2本で食べようとし始めた説。2本で刺そうってなんなかったのかな。難しい。謎が深まるばかりだ。発案者に聞きに行きたい。タイムスリップして。なんでフォークじゃダメなんですか？箸難しすぎます。コットンキャンディーエイエイオー。ついちゃん全部スプーンで食べたいもん、なんならね。それを日々考えてる。スプーン最強。幼児？そう、バブ。うん、バブちゃんでちゅか、バブでーちゅ。赤ちゃんになりてえもんな、日下すぎる。世話役してくれ。お口にご飯運んでくれか。スガキ屋のスプーン使う。あのボックス食べづらスプーンね。フォークとスプーンが合体したやつ。羊で雇って。うわー、羊のさ制服着てくれんの。それはガチでありだな。よだれ出てきちゃうわ。あれいいよね。うん、エロい、エロいっす。エロい、エロいだろ。エロくはないだろ。メイド服ってエロくない？ね、
メイド服ってエロいと思う？それはエロい。同じ。リアルだとエロくない。そうかな。ちなみにメイド服は、メイド喫茶的なメイド服もそれあんま好きじゃなくて、もうちゃんと長い、さ、本当のメイド服がガチで好き。あんなコスプレメイドみたいなんじゃなくて、ガチメイド。黒の、ロングの、クラシックメイド。マジで良い。よし、ちょっと疲れた。休憩。片付けというか、あれをカードを整えて、よし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 わわわわ、お片付けお片付け、お茶箱ありがとう。お茶どうぞ。ありがとう。あ、そういえばレッドブルもらったんやった。翼を授けるーっつって。今日は頑張ろうの回だから、一日マジで。今日は長いぞ。だって12時にスタジオ着いて、配信が20時からでしょ？で、終わりのが21時でしょ？んで、あれやろ？まあ、着替えたりとかさ、まあ、今回はもう着替えないといけない。普段着から、祭りの制服？着替えないといけないから。帰るのが22時とかで、わかんないけど、ざっくり。家着くのが22時半とか、その23時とか、わかんないけど。うん。長くね？普通に長いし。頑張ってね、頑張るよーん。まだ体はミシミシかね。筋肉痛ガチやばくてさ、まあ、その理由は、とある収録をしてきたんだけど、その告知がされたらね、明かせる。マジで、ガチガチにバキバキに筋肉痛。太ももが痛い。本当に。でもこれを機にジム契約しようと思った。っていうくらい、あ、運動不足を感じた。あ、スイちゃん腹筋やばくなかったっけ？あ、腹筋ですか？腹
金できる回数ってことですか？ゼロっすね。はい。ゼロ。やば！見て、ちょっと見せるわ。今さ、ポストカードあるじゃん。わかるかな？違い。これ、ここから、よいしょ。今のから、こんだけ増えた。すごくない？うん、もうちょいやっちゃおう。いや、倍以上じゃないんだけど。でもめっちゃ増えたように見える。この山がいくつ必要なの？この山が400枚だから、これでまだ400枚終わってないんだけど、今からこれで書き終わったら400枚だから 2.2 倍とちょっと半分。えぐーいっつって。でも祭りはこれを昔はね、やばいのがね、この、だいたい昔も1000枚ちょいだったんだけど、昔は枚数制限なかったから、デビューしてすぐぐらい、2018年、19年くらいは、それで1500枚とか1600くらいを、しかも全部メッセージ、3種類の、なんかランダムメッセージ入りで、日本語版と中国語版で書いてた。うん、やばくない？3行くらいのメッセージをみんなに入れてて、うん、中国語も、まあ、翻訳してもらって書いてたんだけど、いやー、もうなんか頑張ったなーと思って、その時も検証円ならなかったね。持ってる人いるんかな？ 2019 の時のサイン。メッセージ入りの。でも日本版はいると思うんだけど、中国版の人未だに持ってくれてる人いんのかな？まだいる？ペンって何本ぐらい使うの？その時は3本かな？ 2、3本使ったかな？メッセージとサインで。2本とか3本だった気がする、うん、インクがなくなるのよ。あ、自分のサイン分かんなくなっちゃった。失敗した。 N って書いちゃった、 R を。ゲシュタルト崩壊。マツン。マツンになっちゃった。
あくび？そう、ちょっとね、カラコンしてきてんだけど、目が乾燥したから潤すためにあくびしただけだから、別に眠くないよ。これあるあるじゃない？コンタクトあるあるだと思うわ。マジで。別に退屈でもなければ眠くもないけど、コンタクトが乾きすぎて辛いから、あくびをわざとして目を潤させようとするっていう。やりがち。そんなセリフ目薬みたいなことできんの？うん、できる。ガチしんどいからね。あるある、コンタクトあるある。いや、祭りもドライアイなんだよね。10秒目開けてられない。でもコンタクトしてる時だけ10秒以上目開けられる。開けられる。目薬怖いからそれでやってる？目薬怖いの？おかわいいこと。目薬怖いって。赤ちゃんや。目薬って何が怖いんだろう。目に異物入れるの、入れる感覚。ああ、祭り、でもさ、祭り、目描くの気持ち悪いって言われる。よく言われるんだけど、周りの人に。指を眼球に突っ込んでほじるのね。だからね、もうなんか、怖いとかいう概念ない。この、目頭のとこに指をガチって突っ込んで、こうやって指を動かす。ほじるみたいな感じ。眼球を。周りに、目の描き方キモすぎってめっちゃ言われるんだけど、いや、理由があって、目かゆい時の。理由があるんよ。まず、まぶたの上からやるとコンタクトがずれるでしょ？カラコンしてるから。あと、メイクが落ちるじゃん、目こすったら。その結果、どうしても目かゆい時どうしようと思ったら、もう指を眼球に入れてほじる。これが一番メイクも崩れなくてコンタクトもずれない最強のやり方だっていうことに気づいちまったんだよね。みんなは真似すんの絶対。目痛めるから。角膜傷つかないの？傷ついてんじゃない？だって祭り、朝起きた瞬間目開けれないもん。あれなんで？あれなんでなんだろう。朝起きた瞬間マジで目開けれないんだよね。物理的に。なんか、痛いの。目を開けようとすると。視力は 1.2 ですね。もうこれかれこれ数年、5年くらい。目やにとかじゃない。もう乾燥がやばすぎて。ドライアイが無限大なのかわかんないけど。目薬さしたり、しばらくあくびとかして涙を、10分くらい目開けれないんだよね。
がいいのかな。異常？やっぱ昔はそんなことなかったのにね。うん、俺よりひどい？普通じゃない。あ、そうなんだ。目とまぶたがひっついてんだよね、多分。ペタって。うん、いつからもうわからないくらい前、多分5年とか。もう当たり前になりすぎてて配信で初めてって話したわ。うん。視力いいし、いいわ、とか思ってて。ちょっとした衝撃でペロッと行く人いたから、一回見てもらった方がいい。別に何回か角膜取れてるかも、じゃあ。それはないか。それはないわ。だって痛くないもん、眼球。寝て起きるとき以外。起きるときはマジで地獄。うん。で、そのまま10分間さ、目開けれないじゃん、祭りは。だからさ、その10分間目を閉じてないといけないわけ。潤うまでね。そうすると二度寝しちゃうんだよね、そのまま。うん、10分、だって物理的に痛すぎて目開けれないんだもん。そのまま二度寝しちゃう。それも仕方ないけど。めっちゃ開けれない。みたいな。そんな感じで、日々を過ごしています。検索したら目開けれない人そこそこいる。あ、そうなんだ。じゃあ問題ないってこと？問題はある？問題は怒られたし。問題なくはないよ。そうですか。眼科行くか。今日何曜日？日曜日かな。月曜日か。ほな、明日行けるやん。明日病院行こうかな。明日朝起きて病院行って帰ってきて、お昼ご飯食べて、配信しようかな。ラスト。行動できる人好き？じゃあ両思いじゃん。原因わかるといいね。多分ドライアイ。重度な気がする。ちょっと今。何秒目開けるか数えてみるわ。いくよ。じゃあ、用意スタートで目開け始めるよ。いくよ。3秒前です。3、2、1、5! でも今日コンタクトしてるからね、意外にいけちゃうんだよね。これでも普通の人は何秒なんだろう。これ限界が。今ね、まだね、大丈夫。
今はもうまだ大丈夫。全然平気かも。うん、あ、閉じちゃった。うん。なんかさ、今思ったんだけどさ、祭りもしかしたら10秒以内に一回閉じちゃったかも。わかんない。自分が瞬きしたという感覚がないけど、一瞬画面が暗くなったような気がする。でもそれは、なんか瞬きじゃないかもしれないと思って。で、わかんない。ズルしたかも。わかんなかった。瞬きしたの。わかんなか、わかんないわ。瞬きしたかどうか。ちなみに祭りエイペックスやってて、こいつ絶対殺すって思った時に、ワンマガしたい時とか、目こう、瞬き絶対しないようにするの。だから、打ち終わってノックさせた後瞬きすると涙出るよ。目いったって。うん。これでもね、ゲーマーあるあるな気がする。絶対、打ってる間は一回も瞬きしない。マジで痛い。そうね。そうそう。結構多いと思うんだけど。OK! 400枚終わった!今日のノルマ達成だわ。今日のノルマ終わり。お疲れ様でした。あ、めっちゃちょうどよくない？ 15 時前でしょ？で、祭り50分に終わるって言ってたもん、配信。え？おいおいおい！時間配分完璧かって。時間ちょうどなんよね。やっぱこれが一期生か。できたほんだら、お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。また今日公式配信だから、公式配信で会いましょう。ツイッターもよろしく。ツイッターでも仲良くしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。